ストリン一宮の、インタビュー始めさせていただきます。よろしくお願いしま す。お願いします。はい、今の花王コスメ戦の勝利おめでとうございます。ありがとうございます。いやもう劇的なサヨナラ勝ちでした。はい、はい、最後の打席、藤田さんどんな思いで入りましたか？あの会が始まった時にもう絶対いい場面で回ってくるだろうなと思いながら準備してたんで、うん、緊張はなかったんですけどちょっと力は入ってましたね。やっぱり力入ってました、はい、いやでも良かったですね。なんか際どいとこ行きましたよね。そうですね、ちょっと微妙な、ね、いや良かった。でもその前にね本当にあの1点が入ったから、はい、燃えませんでした。燃えました。ですよね、ちょっと決めてやろうっていう気持ちもねえ、ちょっともうこのままちょっと厳しいかなと思って私は見ちゃってたんですけど、はい、いやまさかのまさかのね、本当に感動しました。そして、最後まで投げ切った山下選手お見事でした。ありがとうございます。今日はどんな思いで投げてましたか？最初すごい緊張してて、もうちょっと震えが止まらなかったんですけど、もうキャッチャーミットにちゃんと投げれるように、うん、で打たせて取るイメージでずっと投げてました、うん、でも打たれませんでしたね。いや打たれましたですか、はい、そんな緊張してるようには見えませんでしたけどね、とても落ち着いてるような感じで、もう足、もう全身ぐるぐるでしたそうですか、はい、それであの立ち向かってたんですね。でもね見事に抑えて、ね、1失点でやりましたね。どうですか藤田さん、今日の山下選手のピッチングは？よく投げてくれました朝ね、うん、頑張れってそう、みんなが本当に今日山下よく投げたっていうふうに言われてたんで、はい、うん、もっと素晴らしい。ありがとうございます、ね、今日のまたすごい大きな自信につながるんじゃないですか、うん、本当に、うん、これからももっと頑張ります、はいね、そして、まあ、順位決定戦2日終了しましたけれども、今を明日に向けていかがですか？結局今何勝？2勝1敗。2勝1敗ということはどことあるんだ、あるんだ明日。明日は上5位決定戦。もう上に行ける、はい、頑張らないとですね。そうですね、はい、やっぱり勝って終わりたいです。ということで YKK とそうですね、YKK が3連勝してるから、はい、YKK との対戦、はい、やるしかないですね。はい、はい、ということです。それではですね、じゃあ明日への意気込みをそれぞれお願いできますか？はい、はい、自分から、うん、明日もチャンスがあればしっかり打ってチームに貢献できるように頑張ります。自分は、はい、もし出る機会があったら打たせて取るピッチングで頑張ります。はい、楽しみにしています。はい、はい、それでは最後に、お二人で決めていただきたいんですが、いいですか？はい、じゃあお願いします。いきます。はい、せーの、ナイス、ありがとうございます。ありがとうございます。